エンジンが4発ついてますね。ボーイング777、あるいは787はですね、エンジンは2発なんです。そしてこの翼が細すぎますね。まあ、飛行機いろいろ見てきましたけど、こんな細い翼のものは見たことありませんね。それからコクピットの部分がですね、747のようにダブルデッカーに。